官営通報。官営通報は、日本の江戸時代を通じて広く流通した戦火。官営十三年、1636年に創意、幕末まで鋳造された。形状は、円形で中心部に、正方形の穴が開けられ、円形片方、表面には、官営通り、宝の文字が、上下右左の順に刻印されている。材質は、銅製のほか、鉄、製鉄、 真鍮製のものがあった。貨幣価値は、裏面に波形が刻まれているものが四分、刻まれていないものが一分として通用した。当時九十六分を千通しに通してまとめると百分として、通用、単白、小白紙通し百分と呼ばれていた。裏面二分、元、足、長小、線、久し、正などといった、文字、 多くの場合1文字が表記されているものもあり、多くの場合は、鋳造地を示すが、分銭の、分野に水長の、3などのように鋳造地でなく製造された年代などを表すものもある。関営通報は大別すると、同一分線、古関営、新関営、鉄一分線、新中四分線、鉄四分線となるが、裏の文字や、書体の細かな違いなどで細かく分類すると、 数百種以上に及ぶ。小判や長銀は日常生活には大変高額であり、財布に入れて使用されるようなことは、まずなかったが、銭は、庶民の日常生活に愛用されて広く流通した。一分半や小玉銀、豆板銀でさえ、銭屋と称する両替屋で銭,屋で銭,屋で銭屋に両替して使われた。江戸幕府が成立すると、幕府は、金座、銀座を設置して、金貨、 銀貨を発行して統一を進めた。一方、銅銭については、慶長13年、1608年に、江戸を中心とした東国で通用していた、英楽通報、英,英楽銭の発行を停止し、翌年には、金一両イコール、英楽銭漢分イコール、京線四漢分イコール、銀五十目の、皇帝相場を定めて、京都を中心に流通していた京線の通称で、 呼ばれていたビタ船という市中船が幕府の標準動画とされた。これは徳川の拠点であった東国の幕府領を対象にしたエリゼニ例の一種であったが、五街道の整備によって江戸と上方、京都、大阪の交通整備を図っていた幕府が、自らの拠点では一般的であっても本全体では、得意な流通であった英楽ゼニの通用を止めて経線をもとに、 同線の統一を図ったものであった。また、徳川家康、秀忠富士の上落や大阪の陣による軍事行動の影響で東海道筋の天馬、打賃賞は不安定であり、同線の大量流通によるエリゼニの頻発が発生していたことへの対応策として、慶長から現七年間にかけて幕府は、慶長十三年の方針の延長線上にあるエリゼニ殿を複数回発令している。 こうした方針は、徳川氏と同様に、豊臣政権下で、両国内で独自の動線を発行していた諸藩を直ちに拘束するものではなかったが、幕府の政治的優位の確立とともにその政策にも影響を与えつつあった。経線は、対外取引の場でも採用され、オランダ・ポルトガルなどのヨーロッパの商船や日本の主院船によって、中国や東南アジアに輸出されていた。 この大量輸出は、日本国内における深刻な動線不足をもたらして、ゼニ相場を上昇させた。平戸のオランダ商館にいたフランソワカロンが表した、日本大王国史の官営13年、1636年の記述に、官営通報の発行に関する言及があり、日本の皇帝、イコール将軍が、新しい家臣、貨幣を発する前に4年前から、9戦。 経線を実際の相場より高い価格で買い入れていたと記している。また、寛永十一年1636年には、徳川家光の上落に合わせて、京都に滞在していた細川忠俊が、面識のある先奉行の坂木原元直に送った書状、大日本近世資料細川家、資料十八から二千五百七号の中で、家光が戸田市鉄と、 松平定綱に対して、新鮮発行の検討を命じたとする風説に関する問い合わせをしている。実際に、官営12年、1635年6月には、幕府は流通貨幣の全国調査を行い、諸大名に対しても貨幣の流通状況を報告させている。暗黒良一は、幕府は家密上落に合わせて、江戸において贈答用の新鮮を意して、 京都に持ち込んだものの、京都郊外の坂本で、大量の銅線が鋳造されて海外に輸出されている、ことを知った、家光や幕閣が衝撃を受けて、既存の流通線である、旧線を買い上げて新たな銅線、公焼の A 通報を発行することにしたと、指摘している。また、暗黒は、翌繁栄12年、1635年の衆院線、貿易停止には、 同船の輸出を止める意図も含んでいた可能性や、同年の武家諸法度改正によって導入され、参勤交代によって交通量の増加や、街道筋での貨幣使用量が増加することも見通していたとも指摘している。官営13年5月5日、幕府は江戸において6月1日より、官営通報を発行する考察を立て、7日に京都、大阪に、 この命令を伝えるために派遣された考察を持った幕府の留め付けが20日に大津に到着している。公式には当面の間は旧戦と新戦の併用を認めていたが、5月6日、考察が建てられた翌日老中の境、忠勝邸において諸藩の留守居を集めていった。説明会では旧戦の使用を停止する方針が説明したしく、この話を聞いた諸藩、とりわけ自前で、 市中線を鋳造していた藩、長州藩、薩摩藩などには、動揺が広がったものの、幕府も十分な流通量の官営通報を用意することができず、幕府自身が、東海道筋の銭不足を解消するために5月末までに、東東海掛川と大阪にあった幕府の蔵にある古墳、京泉を放出することを決め、大番方の来る正地下、小畑茂が派遣され、東海道の 各宿に百貫分、バイパスの役割を果たしていた、中仙道西川及び美濃路の各宿には六十貫分を支給し、城下町などの特殊な需要のある宿には、上乗せの支給を行った。さらにを、やや遅れて、動線不足の最大の原因になっていた動線を、含めた道の輸出禁止措置を、官営通報の鋳造材料の確保を名目に、官営十四年。 1637年4月から開始し、途中で軍事物資の確保に目的を変えながら輸出統制の仕組みが整備される商法3年、1646年まで続けられた。官営通報のうち、万治2年、1659年までに駐造されたものを古官営と呼ぶ。その後しばらく駐造されない期間があり、官文8年、 1668年以降に、鋳造されたものを新官営、新営と呼ぶ。この古官営と新官営は、製法が異なり、千文、貨幣に表された文字の書体もあらわかな、違いがある。原文四年、1739年頃、鉄製一分線が出現する。明和五年、1768年、新中製四分線制定。万円元年。 1860年頃、鉄製四分線が出現する。銅、または、新中製の官営通報は、明治維新以後も、貨幣としての効力が認められ続け、昭和28年、1953年末まで、新中四分線は二輪、銅貨一分線は一輪効果として、法的に通用していた、通貨として、未適に使用されたのは明治中期頃までと推定される。 また、中国各地での大量の出土例や記録文献などから、新代の中国でも、官営通報が流通していたことが分かっている。清市に先立つ民では、動線使用を禁じ、紙幣に切り替えていたが、新代になってから、戦火の使用が復活した。しかし、戦火の流通量が少なかったため、戦火需要に応えるべく、日本から、官営通報が輸出された。 寛永三年、1626年に、日立水戸の不詳、佐藤信介が、江戸幕府と水戸藩の許可を得て鋳造したのが始まりだが、この時は、まだ、正式な藩船ではなかった。この時鋳造されたとされるものが、いわゆる二水泳と呼ばれる、久し字が、二と、水字を組み合わせたように見えるものであり、背、里面下部には、三と言込まれ、鋳造年の、 寛永三年を意味すると言われる。新助はやがて病死し、中蔵は途絶えるが九年後の寛永十二年、1635年に新助の息子、佐藤昌衛が後を継ぎ再び抽選を願いで、翌寛永十三年、1636年に中蔵を再開した。この時の抽選が背面に十三と言い込まれたものであるとされる。 寛永十三年六月1636年、幕府が江戸橋場と大見坂本に銭座を設置。交中選として、寛永通報の製造を開始。主な鋳造所は、幕府の江戸と大見坂本の銭座であった。しかし、水戸藩、仙台藩、松本藩、三河吉田藩、高田藩、岡山藩、長州藩、岡藩等でも、幕府の許可を得て、 ゼニ座を設けて鋳造していた。やがて、銭が普及したことから関英15年、1638年に一貫分イコール銀23問目前後であった。戦争場が16年、1639年に一貫分イコール銀16問目まで下落したため、ゼニ録によれば、関英17年8月、1640年に一貫座を停止したとある。ただし、 これは諸藩に置かれた銭座に関する停止で、江戸や坂本、京都、大阪など幕僚における銭座停止はもう少し遅く、官営18年12月23日付で出された老中連書報書によたとみられている。また、暗黒領一は、戦争場の下落の原因は、官営基金、物価の上昇と銭の需要が強い庶民層への打撃の影響が大きかったとしており、 幕府はゼニザに残った官営通報肯定価格で買い上げたり、宿場町に拝借金、拝借米を与えて官営通報で返済させることで幕府への事実上の回収、基金が収まってゼニ相場が安定した時点で再放出を図しているを図ったりしている。また、当初の高水準のゼニ相場を背景にした運上を含めた利益を見込んだ幕府、ゼニザによる 過剰生産を抑止しきれなかったことや、原料の鈴の不足などによる大井のゼニザ側の事情による部分と、市中線による部分によって生じた質の低下、皮肉にもゼニザによる、鋳造停止による職人の失業が市中線に拍車をかけるなど、多くの課題も浮上しており、その後の中船事業に生かされることになる。その後銀十二問目まで下落していたが、 女王から明暦年間にかけて、再び銭相場が銀十八門目前後まで高騰したため、女王2年1653年、明暦2年1656年に銭座を設けて抽選を再開する。これらの古慣営は、対局的には以下のように分類される。抽選地は古戦修集会で現存するものを当てはめたものであり、これらのうち発掘などで、 戦績が確定しているものは一部のみであり、長戸線、水戸線の一部、及び松本線である。五官営の総中増行については、詳しい記録が見当たらず不明であるが、抽選目標などから推定した数値では325万貫分、32億5000万枚、とされ、このうち、鳥越線が30万貫分、3億枚、靴の野線は20万貫分、 二億枚との記録もある。爆藩体制の確立とともに全国に普及、はじめから30年ほど経った、漢文年間頃から行われた鋳造によって、英楽通報をはじめとするトライ戦をほぼ完全に駆逐し、貨幣の純国産化を実現した。漢文の鋳造開始時期は不明であるが、漢文5年、1665年にはすでに鋳造が開始されたと見られている。 また、暗黒領域は、将軍の上落や日光社参事に、貨幣の進駐、使用が行われた傾向から、当初は、漢文三年、1663年の将軍、徳川家綱の日光社参の際に内々に、鋳造する予定であったものが、一般向けに切り替えられた可能性を指摘している。漢文八年五月、1668年、江戸家名度で発行されたものは、京都、 方向寺の大仏をいつぶして鋳造したという噂が、流布したこともあり、俗に、大仏船と呼ばれていた。また、裏に、文の字があることから、文船とも呼ばれていた。江戸亀井戸に設立された銭座で、五島の井戸之助、茶屋、四郎二郎ら五福士六軒仲間が受け負って、大規模に鋳造が行われ、発行された船は良質で均質なものとなった。荒井白石は、 漢文8年、1668年から天の3年、1683年までの中造校を197万漢文、19億7000万枚と推測しているが、美修茶焼け記録では213万8710漢文、21億3871万枚としている。この増位により官営通り宝は全国に広く行き渡り、漢文10年6月、 1670年には、官営新銭に従来の古銭を交えた売買や、銭屋における新銭と古銭を交えた商売を禁止した。品位の低下した、原独金銀の発行により、銭相場が高騰し、原独7年、1694年に、金一両イコール4800分前後であったものが、原独13年。 1700年には一両イコール3700分前後となった。加えて、経済発展により、銭不足も目立ち始めたため、環状奉行の小木原茂秀では、同一分線についても、両目を減ずることとし、両目が、これまでの一問目、3.7グラム程度から7から8分、2.6から3.0グラム程度とされた。元六十一年、1698年からは、 江戸家メイドで、元禄十三年からは、長崎屋中七、岸や屋五兵ら五人の糸アップ仲間が受け負って、京都七条河原の銭で鋳造を行った。この時の戦火は、俗称小木原戦と呼ばれる。小木原茂秀ではこの時、家兵は、国家の作るところ、瓦礫を持って、これに変えるといえども行うべし。今いるところの道は、ワルースといえども、なおか未将にまっされり。 これを行いとぐべし、と述べたとされる。京都七条における元禄十三年三月より、法永五年に一月、1708年までの中蔵校は173万6684巻分、17億3668万4000枚に上り、主に、伊予立川銅山、別紙銅山の山道が用いられた。法永五年、1708年、 江戸亀戸で鋳造されたものも小型のもので、四つ方銀のように質が悪いという意味から、四つ方銭と呼ばれる。聖徳四年、1714年、金を、慶長のものへ復帰した、聖徳金銀の発行を踏まえ、一文銭も、文銭と同様の良質なものに復帰することとなった。この時再び五福士六軒仲間が受け負って、亀戸で鋳造したとされるものが、丸銭あるいは、 耳白線であり、50万貫分、5億枚が、鋳造されたとされる。京宝二年、1717 17年には、佐渡愛川、背面に、助寺京宝十一年、1726年に、江戸深川十万坪、京都七条、京宝十三年、1728年に、大阪南場石巻、また詳細は不明であるが、 共放年間に、下佐猿江駐造が行われている。原文2年、1737年には、前年、1736年の品位を低下させた、原文金銀の発行により、戦争場が1行イコール2800分前後まで、急騰したのを受け戦火の増産が図られ、これらの戦火の背面には、駐造地を示す文字が煮込まれるようになる。元文元年には、深川十万坪、 淀戸トバヨコ京都伏見、原文2年には、江戸亀戸、江戸本城小梅、背面に、昭治、下野日光、清宇津、原文3年、1737年には、秋田道山、原文4年、1738年には、深川平野に行った、相模藤沢、相模吉田島、下野足尾、足、寺、長崎市之瀬、一時、明和4年、 1767年には、比前長崎、長寺など各地に銭座が設置され、小型の戦火が大量に発行された。漢方元年、1741年には、摂津天王寺村の銀座役人徳、倉長右衛門、平野屋、六郎兵衛の受け負った大阪高津銭座で、元寺戦、元寺が大規模に駐造された。漢方二年、1742年に、勘定書は、 別紙、立川両銅山ので銅の銅座分の五歩ほどずつを天皇寺の禅座に渡すこと命じた。江戸時代を通じた銅一文線の総中造行は知るよしもないが、明治時代の大倉省による流通工の調査では二十一億千四百二十四万六千二百八十三枚としている。しかしこの数値は鉄線などとの引き換えに回収され、安政年間に 幕府湖に集積された数であり、すでに述べたように中造工はこの程度にとどまるものではない。官営通り、宝の総中造量は三百から四百億枚にも上るとの推定もある。原文四年、1738年には、戦争場の高値世世及び、材料の銅の供給不足などから、江戸深川十万坪、仙台石巻、江戸本所、押上などの銭座で、 鉄一文線の鋳造が始まり、さらに明和2年、1765年から、金座監督のもと、江戸亀戸、明和4年、1767年から京都伏見、明和5年、1768年からは、仙台石巻、仙寺、日立大田、久し、旧時寺などの銭座で、鉄一文線が大量に鋳造され、戦争場は下落し、安永7年。 1778年頃には一両、イコール六千分前後をつけるに至った。鉄線は、鍋線とも呼ばれ製作も悪く不評であった。伏見鉄線以降の鉄線について、これより、皇室留所の鉄線皆その、立ち悪し、茶碗の穴を入り、ることは、宝永の大銭より、はつまり、土を入るごと箱の銭より、はつるといへり、さらに、子に金の恩話しと、やゆされるほどであった。 天保六年1835年12月より、天保通り、宝と同時に、江戸深川で鋳造された鉄線は、須崎線と呼ばれたが、天保通り宝が広く流通したため5万8 1 0二百271分、5810万271枚と小額にとどまった。貫の字の二十歳部分が十となっている、十時間と呼ばれるものが、須崎線であるとされる。 日米修航通商条約において、日本の銅線輸出の禁止が明文化されていたが、日本国内では、陽銀1ドルイコール銅線4976分解の相場であったのに対し、中国では800から1000分であったため、安政6年、1859年の開港に伴い、外省らは競って、日本の銅線を中国に輸出した。これに対抗して幕府は、 同一分線を回収し、同一分線一貫分に対して一いち分線及び、店舗通り、宝様自衛手一貫四十八分と引き換え、四十八分は、両替屋に、手数料として与えた。この時の引き換え用に、安政六年、1859年9月より、小菅において、鉄一分線十二万貫分、五億二千万枚、が吹き立てられた。 鉄一分線の総鋳造工は、明治時代の大倉省による流通工の調査により、63億3261万9404枚とされ、中でも明和年間以降の中造工が特に多く、亀戸では226万2589巻分、22億6258万9000枚、伏見142万2782巻分、 十四億二千二百七十八万二千枚、日立太田十九万五百貫分、六億九千五十万枚、などとなっている。鉄一文線は、見栄えも悪く不評であったことから河合久隆の、県議により、新中四文線が制定され、明和五年、千七百六十八年に、江戸深川仙田神殿に、銀座監督の元銭座が設けられ、四文線が駐造された。 河合久高が銀座に新中四分線の鋳造を受け負わせたのは、当時銀座にはおびただしい城のお体銀があり、これを幕府に返済させる手段としての理由があった。一分線よりやや大型で、背面に河合家の家紋である波を描き、右近色に輝く、この線下は波線とも呼ばれ好評であった。両目は一問目四分、5.2g、規定品位は、 同68%、亜鉛24%、鉛など8%であった。発行初年は21羽のものであったが、鋳造に困難をきたしたため、翌年、1769年からは簡略化した11羽に変更された。文政4年、1821年11月からは、浅草橋上で4文線の増産が行われた。この時のものは、 規定品位が銅75%、亜鉛15%、鉛など10%へ変更となり、赤みを帯びることから赤線と呼ばれる。安政4年1857年11月には、江戸東大区町で四分線の鋳造が始まり、規定品位が銅65%、亜鉛15%、鉛など20%となった。黒みを帯び、線内にヤスリがかけられ、 文級英宝に政作が類似するものこれであると、される。新中四分線の総中造行は1億5742万5360枚、あるいは2214万5520巻分、何枚を1巻分とするか不明と文献により、大きく異なり、明は年間における吹き高は1か年に5万5000巻分と、定められ、安永3年。 1774年9月には吹き高を半減し、その後も随時現じたとの記録もあり、また文政年間の中造工は79,700貫分との記録もある。安政年間に入ると、東百線、新中線、一文小銭などの相場にはそれぞれ異が、生じ、幕府はたびたび学面通りとどこおりなく、通用するよう触れ書きを出すが市場において、 差別通用がやまず、慶応元年、1865年うるう5月、ついに天然相場を容認し、江戸市中両外屋で、道古税に、新中線に対し増付通用を認めるに至った。この時鉄一分線を基準として、以下のような相場となった。天保通り宝については従来通り百分で、通用するよう申し渡した。慶応年、年、幕府は、 すべての戦果を天然相場に委ねることとしたが、同線及び真鍮線の相場はさらに上昇した。万円元年12月1861年から四分線も鉄線として発行されるようになった。幕府は特に精錬した鉄地金を用いた製鉄指紋線であることを強調したが、評判は悪く、抽選に関して損失が出るなどしたため発行は少数にとどまり、後に これを受けて、材質を銅に戻して歓迎通り、宝新中四分線より両名を免じた、文級営宝が発行された。この時の銀座による、鉄四分線の鋳造工は1億188万7062枚とされる。万円元年からは、東大校長、慶応元年、1865年からは、小梅の実と判定、都市、慶応二年、 1866年からは、道の久王勇様、ま、聖寺、石巻、千寺、深川十万坪、の字、慶応三年、1867年からは、秋広島、味でも鋳造された。以上のように、江戸幕府が発行した官営通報であるが、明治以降も補助貨幣として引き続き通用した。当幕後、 慶応4年うる4月14日、1868年、新政府は、銅線の海外流出、同時金の高騰、さらに市場での相場の実態を踏まえて、大上官布告第306号により鉄一、分線に対する銅線及び新中線の増幅を裏に、引上げ以下のよう定めた。製鉄四分線については二分程度の通用価値となった。 明治2年7月10日大乗官布告第633号では、金一両は、税に10貫分と定められた。明治4年には、進化条例が制定され、円、線、輪の通過体制に移行したが、以降は次の額で通用した。効果としての通用制限額は、銅線は振動化と同じく1円まで、鉄線は50銭と定められた。このうち銅線、 新中線は引き続き通用した。特に、明治政府の発行した一輪同化の枚数は、あまり多くなかったため、一輪単位の貨幣として、主な役割を果たしたのは、官営通報であった。鉄線については、明治6年12月に、大上官からの指令で、勝手にいつぶしても差し支えないとされ、事実上の貨幣の資格を失った、法的には、明治30年9月末まで通用。 しかし、明治30年、1897年頃より、次第に流通が減少し、明治45年、1912年頃には、リンクライの代償として、マッチや紙などの日用品を用いるようになり、大正5年、1916年4月1日には、租税及び効果にはリンクライを切り捨てることとなり、一般商取引もこれに準じたため不要の戦果となった、官営戦期。 関営通報が一般にほとんど使用されなくなった大正期や昭和初期でも銀行間決済の最小単位の通貨として用いられることがあったという。法的に関営通報の動線、新中線が通用停止となったのは昭和28年末の小学通貨の整理及び支払い金の波数計算に関する法律の施行により円未満の通貨がすべて通用停止とされた時であり。 同時に一輪をも通用とされていた文久へ宝からも通用停止となり、この時をもって江戸時代に発行された貨幣はすべて通用停止となったことになる。以降はコイン収集化による収集対象となるのみである。銭型祭がある香川県関音寺市では関営通報が観光資源として位置づけられており、2010年平成22年4月4日から市内の 地域通貨として、官営通報を使用できるようになった。市内の使用可能店で1枚30円、同一分線、新中4分線が使用可能だが、両者の区別なくいずれも30円扱い、鉄線は使用不可で使用でき、商店は市の町おこしグループ、ドピカーン観音寺実行委員に持ち込めば1枚30円で換金できる。ただし、営通は本物であれば、 多くで回っているものでも1枚10円程度、賃品なら数百万円すると言われており、下記外ブリンク参照、1枚30円として使用してしまうには注意が必要である。日立国の飯塚伊賀7は関営通報を用いたソロ版を発明した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。